Bob Sapp is an American professional wrestler, actor, and former American football player. Best known for his career in kickboxer and mixed martial artist against Yoshihiro Takayama, is a former Japanese professional wrestler and mixed martial artist. The fight took place in Japan, June 14, 2005. No, 体重差46キロですけど、桜庭さん、はい、高山は4点ポジションからのこの蹴り受けましたね、ルール、はい、もうこのたる玉砕、高山の高山のたるところを見せるという、はい、高山さんも気持ちすごい強い人なので、ボブサップを前にひるんでいない、それだけで高山評価できます。さあビーストタックルか、早くも見せつけるビーストタックルから空気当たった、玉砕、高山死ぬ球を見せるか、さあクルズボーからの膝タックル、ボブサップがタックル、クルズボーからの膝、これを下げていったサップ、まずはビーストタックルを目に披露しました。さあ徐々に料理していくのか、ボブサップマウントを取りたい、バッチリとガードポジションは高山であります。まるで青梅のようなその脳天、頭部のあたりの溝、ボブサップ最後の晩餐、2002年、高山か、高山流血が見られるか、鼻血だ、高山流血が見られています、鼻血。さあ腕絡みか、関節技覚えてきましたからね、ボブサップね。セカンドには元ニューチンチョークを狙っていくか、ボブサップ。まあ唯一の弱点、ボディ狙いたいんですが、スタンドしかないですからね、この状態だとボディあんまり効かないですね。ねえ、あとはちょっとギロチン気味にいってるの気になりますね、サップね、はい、いろいろ覚えてきましたね、はい、すごい、あの人間ってあの顎を押されるとすごい嫌なんですよ、だから多分そういうのやる。なるほど、鉄槌を振り下ろしていく、波の鉄槌じゃない、おっと重い音、顔面を潰していく、顔面を潰していく、おびただしい流血、顔面を潰していく、腕を取る、さあ右の腕を取る、腕しげか、腕しげ逆十字、高山敗れた、サップ最後は腕しげ逆十字、高山屈辱。これは桜庭さん、すべがはありませんでした。セコンドの宮本はじめ、そのセコンド陣が駆け寄る、タイムは2分16秒、第1ラウンド2分16秒、ボブサップなんとフィニッシュは腕しげ逆十字。